大学の授業を舐めた体育会スターの末路。俺はカイチル、末路大学体育会サッカー部のエースストライカー。もちろん授業料を全額免除の特待生だ。テストだるいな。勉強しないと。この末路チャンネルすごいぞろの単位は取れないし、かといって必修科目だから落とせないしな。オーゴング、元気でやってんな。まあ勉強頑張れよ。なんでカイチロ勉強したくて平気なんだ。しかも授業もあんまり出てないし。けど単位は取ってるイメージだよな。俺は体育会のスーパースターだし、スポーツの特待生だから単位はもらいやすくなってんの。授業も試合でしたって言ったら高潔だしな。羨ましすぎるよ。ま、己の才能を恨むんだな。これが凡人と天才の差ってやつだよ。チュースチュース、お疲れー。カイチル、40分も遅れてきて余裕だな。松戸チャンネルすごいぞろの教授も怒った顔してるぞ。大丈夫大丈夫、体育会だから。この教授はサッカー部に絶対単位くれるって先輩が言ってたしな。またかよ。大学の宣伝にもなってるし、体育会の悲劇があっても仕方ないよな。おいカイチル、ゲームしてんのもやばいけどイヤホンしろって、明らかにやばいぞ。大丈夫、教授が何か言ってきたら体育会サッカー部って言うよ。水戸黄門の陰謀状態だな、体育会のサッカー部ってやつは。おお、なんとか松尾チャンネルすごいぞろの単位が取れたよ。あぶねえ、留年回避だ。俺松尾チャンネルすごいぞろ単位不可になってるんだけど、何かの間違いか。教授に問い合わせだ。教授、なんで僕が不可なんですか。体育会サッカー部の会社です。体育会サッカー部には単位くれるんじゃないんですか。よく聞きたまえよ。わしはあくまで学業も部活も頑張っている学生は考慮しているというつもりだ。君のように体育会サッカー部だから単位をもらえると高をくくって、試合と嘘をついて授業をサボり、たまに暇つぶしに授業に出ては喋ったり、音を出してゲームをして邪魔をしている、そんな学生に単位などはやれんな。そんな。そうして俺は必須の単位を落としたことで留年は確定となった。